どうもトレンディエンジェル斉藤です。ということで今日はですね、また歌をちょっと歌ってみたいんですけども、今日はなんとコラボをしてみたいと思います。今日のコラボの相手はこの人でーす。よろしくお願いします。ということでですね、この人はYouTube をね見てる方は結構知ってると思うんですけど、カラオケ98点おじさん。違う100や。100点おじさん。98微妙。カラオケ100点おじさんというね YouTube。すごいですよ、登録者がもうすごい10万人もいるでしょ、はい、もう素晴らしいですよ、本当にこれはもうね、ぜひね、やらせていただいてこちらこそ引っ張ってこようかなというね、作戦でございますけれども、まあ、やっぱほんと、淳平とはね、もともと淳平って言っていいのかな、大丈夫です、淳平とはね、もともとミュージカルでちょっと一緒になって それからまあちょっと意気投合してね、はい、今日はちょっと本当に我々のね、方でやらせていただくのはまあ、お互い1曲ずつ ね、ちょっとコラボをちょっとさせてもらうんですけれども、はい、まあ僕らの方ではちょっと香水をですね一緒にちょっと歌ってもらおうかなと思ってて、で淳平の方ではですね、はい、僕のラルク、ラルクアンシェル、はい、ラルクアンシェル の、 ウィンターホールのねリクエストいただきましたんで、そんな感じで今日それぞれ見ていただけると楽しいかなと思いますのでね、はい、ぜひよろしくお願いします、ね、こちらこそよろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、まあ、ミスにならないようにね、ミスです、よろしくお願いします。ではコラボ見てください、どうぞ。夜中にいきなりさ、いつ空いてるのって LINE、 君とはもう3年くらい会ってないのにどうしたの。あの頃僕たちはさ、何でもできる気がしてた。二人で海に行ってはたくさん写真撮ったね。でも見てよ今の僕を、クズになった僕を、人を傷つけてまた泣かせても何も感じ取れなくてさ。別に君を求めてないけど横にいられると思い出す。君のドルチェ&ガバナのその香水のせいだよ。トゥルトゥ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 ルトゥトゥトゥ。今さら君に会ってさ、僕は何を言ったらいい。可愛くなったね、口先でしか言えないよ。どうしたの？いきなりさ、タバコなんか加え出して。悲しくないよ悲しくないよ、君が変わっただけだから。でも見てよ今の僕を、空っぽの僕を、人に嘘ついて軽蔑されて涙一つも出なくてさ。別に君を求めてないけど横にいられると思い出す。君のドルチェ&ガバナのその香水のせいだよ。別に君をまた好きになることなんてありえないけど、君のドルチェ&ガバナの香水が思い出させる。何もなくても楽しかった頃に戻りたいとかは思わないけど、君の目を見ると思う。別に君を求めてないけど横にいられると思い出す。君のドルチェ&ガバナのその香水のせいだよ。別に君をまた好きになるくらい君は素敵な人だよ。でもまた同
同じことの繰り返しで僕が振られるんだ。本当になかなかのね、もう御前様かな。いや、そうですね、はい、本当それぐらいのね、結構あのこだわって取り合った感じだよね、はい、ね、うん、細かいところ、ね、細かいところをね、うん、どうやってみて、準備どうだったよ。いや、そうですね、やっぱ斉藤さんのポテンシャルの高さですか、に驚いたっていうところは。あ、本当に、はい、あった、そんなにもうペンしか言ってないなと思ってたんですよ。そうそうそうね、はい、いつもそれはもうふざけてばっかりですから。そうなんですよ、やっぱ本気出したらやっぱすごい本気、うん、逆に今日全くボケてないっていう、はい、そうですね、それはそれでどうなんだとかって、はい、ね、だから本当でも、まあ、またちょっとね、なんか機会あったらちょっと、ね、はい、いや、もうぜひ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 これを機に今回は、はい、ちょくちょくやらせてもらえたら、今回はフォロワーいただきに参りました。いや、もう全然、はい、もうシェアしましょう、シェアしましょう、ありがとうございます。ということでね、以上純平くんとのコラボでした。ありがとうございました。ありがとう。あ、チャンネル登録よろしくね。絶対だよ。なんそれ。